赤星です。どうも、もう返せません、赤崎です。プレシキルアンの返せです。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ今回はやってまいりました、ラーメン大掘り切り店。ラーメン大ね、こちらがなんと、ラーメン大1号店なんです。あ、そうなんだ。ラーメン大の。結構店舗数あるけどね。そう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 。名古屋にも、大阪にもできてますよね、今ね。さあ、こちらね、堀切勝負園駅から徒歩1分でございまして、2004年にね、この1号店をオープンさせたわけなんだけど。ちょっと長い。ただ、こちらをご覧ください。ね、はい、そうなんです。ラーメン二郎掘り切り店だったんですね、昔は。そうなんですね。でもやむを得ない理由で、こちらも店名が変更にあってしまった。なるほど。はい。はい。というわけで、食券見ていきますね。まずは、こう、平打ち麺もあるんですけども、今回は通常麺で、黒ニンニクラーメンというのを選択しております。黒ニンニク、黒ニンニク。はい、何なんでしょうか、黒ニンニクラーメン。うわ、すごいな、これ。こちらが全部マシマシです。ね。黒ニンニクというのは実はですね、普通のニンニクを発酵して熟成させたもんでして、はい、血液サラサラ効果とか、勢力増強に非常に効果があるということなんですね。血液サラサラ。サラサラになりますよ、今回は。トロトロじゃないですか。いいえ、サラサラなんです。野菜と油からまずは、食っていきましょう。ね。てっぺんからこう、まあ引き出していくわけだけども、引くしかないよね、これは。甘いもわもわ油とサクサク野菜が美味しいぞーというわけでね、もうわしわし次々に食べていくんだけどもね、この野菜と油だけでも十分に美味しいぜ、という一杯なんですね、そして早めのナス登場か卓上でした。まあまあまあ、ナスだと思ってないよ。実は卓上だったんですね。いやまあ、ね、野菜の流れでナスかと思いましたね。いや思わない、マジで。あちゃーあちゃーあちゃーな騙されてましたね、このサクサク野菜が。非常にスープに染み込むんでね、美味しいですね。で、結果的にね、このお野菜だけでも実は非常に美味しいんで、大というのは、はい、ね、もうとにかく野菜だけを食べ進めていきますよ。ここまでまだ麺はゼロ、ね、というわけで、最初序盤は豚も言ってる、豚もまだ言ってないですよ、序盤だけでも、あ、やっとその出てきた豚が出てきました。まあ、こちらのね、厚さはそれほどない、まあ、ローストビーフのような引き締まり赤身豚でございますので、はい、豚を牛で例えましたね。あ、いや確かに、ね、まあローストポークって言えばいいのにね確かにね、そして麺を引き出していきましたがね、ご覧の通り平打ちにしてない通常麺はこんな感じでございまして、とにかく非常に熱々なんですね。湯気がすごいもん。まあ、なぜかというと上に野菜が敷き詰まってて熱さを逃がさない設定になっているんでね、ずしっと呼吸、あーびっくり、うわもう、あ出ましたね、びっくりした。でも固めの縮れ麺で僕の好きな麺でーす。今日なんすか、何それキャラコロコロ見たんすか。いやいや、なんか声がちょっとね詰まってる感じだけど、スープこちらね、美しい真っ黒非乳化でございますね。はい、まあ、実はね、でもね、はい、黒ニンニクってそんなすっごいニンニクの匂いが強いわけじゃなくて、逆に抑えられてるらしいんですよ。そうなんですね。黒ニンニクにしますと。あー、そして私のアングルもやはり見ていかないとね。やはりですか。どんな感じで食べているのかも皆様にご提供したい。というわけで、ビュンとやって、そしてにんまり。やばいって。やばいって。やばくはない。別にやばくはない。周りお客さんいるでしょ。あ、実はなんと僕しかいませんでした、この日。16時とか15時に行ったんで、なるほど。ピークは過ぎてたんで。ただね、先ほど黒スープはニンニクは弱めと言いましたが、ニンニクはマシマシにしているんで、あんまり関係ないですねえ、そして、そのニンニクの一番のところを食ったのも、辛ニンニク、いったもんだ、非常に、この表情、あ、辛い、あーというでね、後から染み出てくるこのうまさ、なんかシャキーンってする感じ、非常に美味しいです。でかでかいっすね、胡椒なのか、胡椒なのか、なんなんだ、非常にゴリ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 、ひねっていくが、実は、ごまでした。ごまなんだ。ごまなんです。マジで胡椒だと思った。いやいや、かけすぎ。さすがに、この量いったらかけすぎです。ね。そしてこちらがゴリゴリ胡椒というわけで、ひとひねり、ふたひねり、三ひねりで、四ひねり。で、フィニッシュですね。フィニッシュ。こんぐらいにしております、今回は。ね。味がもともと非常に濃いんでね、それほど味変せずいきますが、このごまの効果、なんと、スープにね、
あ、スープがごめんごめん染み込んでいってんね、うん、全体的に重厚になるという美味しさもございます。セサミンの体への影響も良い。血液がサラサラにな。るほど、痩せちゃうから。ラーメン代行ったら食えば食うほど、食えば食うほど痩せたら、見てても完食って。よそれはいつも完食だけどもうん、痩せてくれ。というわけでございましたね。マシマシレベルとしては88.25。 いや、意外とね、なんでしょう、それほど山盛りに見えるけども、実は食べやすいから。なるほど。それがラーメン大ね、ないしはラーメン二郎9掘り切り店、うん、ということでございますね。だからラーメン二郎としても結構歴史が古いお店なんで、そうなんですね。下町でこう愛されるお店だと僕は思いますよ。はい、なるほど。というわけでね、皆さんもぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。はい。